も TQQ です。今回は花村でアッシュを使っていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。この試合は花村の桜越しに相手を抜いてきました。キルキンダメキンキル貢献 65% でかなり活躍できましたということで、ぜひ最後までご覧ください。では本編どうぞ。入ろ、ナイス。3分の2か。新名、まだ新名か。え、どこ行った？ふざけんな、ふざけんな。結構ロアでここにおる。ウルトたまる。19しかない。4分か。結構粘ったと思うねんけどな。トレーサー頭で行きたいけど、うわびっくりした。えい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 、まあ別にプッシュしてもいいけど、トレーサーやめへんの。いやマジで強いなこのキャラ。あったまって、おい
なんやろ。いや、18キル1です。いいんじゃないですか。そう、これマクリ出てくるんよ。そういうことよ、こういうことよ。アッシュキャリーって多分出てくるから倒せばいい。あーごめん、よこしよこしよこし、ナイスナイスナイス、助かるわ。無理。強いよ。あの足やります。イエスイエス。これ帰ってこんやろ多分。 OK、 大丈夫。ハック言われてる？マジ？嘘やろ。検知されへんから絶対。俺人力やからさ、バンされようがないよ。でハック言われたら最強ちゃう？新メメ。レッツゴードゥード。ナイス。おじゃおじゃおじゃ、ミドル行こうかな。いいよー、これ決まったんちゃいますの。ナイス。POTG、 あー違う。おー、うまい、うまいというか、マジこのキャラこういうところ強いな。おほー、よいしょ。おまけクリップはイリオスの試合です。ファイナルブローだけ集めてみたので、ぜひ最後までご覧ください。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。